はい、ビーダーね。めちゃめちゃ専門用語出ましたけど、ね。どうも、芸人小屋健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろを YouTube に載せているわけでございますが、今回はラーメン列伝第7弾、角屋さんに来ております。まあ、ここはですね、もう僕すごい好きで、実は高校の時からね、チャリで来たりしてたんですけど、大将がね、怖い顔してんすよ。めちゃめちゃ優しいけどね、大将がえらい怖い顔してんでね、それも注目ですよ。徳島県民に愛されてる地元のラーメン屋さんでございますので、早速入ってみましょう。ようこそ皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネル小屋健あわびより。今回はラーメン列伝の第7弾、中華そば角屋さんにお邪魔しております。今回は一体どんなラーメンに出会えるのでしょうか。それでは徳島県から世界中の皆さんへ。はい、というわけで今回は中華そば角屋さんにお邪魔しておりますね。こうやって入り口にやってますと書いてたらやってます、非常にわかりやすいですね。もうなんて言うんでしょうね、僕が一番好きな雰囲気のラーメン屋さんですね。こうやって赤のとこにメニューとか書いてるの好きなんですよ。これがいいんですよ。あ、すいません、ありがとうございます。はい、おごっついね。いただきます。はい、ということで今回頼んだのは全部のせっていうのと半チャーハンですね。この味玉が乗ってなかったらね、こうチャーシューとバラ肉でチャンバラっていうやつなんです。いつも僕それなんですけど、今回はラーメン列伝なので、卵も活かしてもらいました。というわけでいただきます。で、まずはスープなんですけど、角屋さんはね、結構な濃厚豚骨醤油というか、でも野菜の甘みとかクリーミーさみたいなのもあってね、すごい飲みやすい美味しい徳島ラーメンのスープですね。こうどっかに懐かしさも感じるような、どの年代にも愛されとるような徳島ラーメンのスープですね。はい、というわけで徳島ラーメンといえばこのバラ肉、角屋さんのバラ肉は比較的大きい方じゃないかなと思います。で、チャーシューも大きいんですよ。割とね、歯ごたえがしっかりあって、噛めば噛むほど味がする系のチャーシューですね。まあ、もちろん女性の方でも食べやすい範囲ではあるんですけど、僕はね、どっちかというと男と一緒に食べに行きたい、そんなラーメンでございます。でね、角屋さんといえばこれチャーハン、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ何が美味しいかというとね、結構大きめにざく切りされた玉ねぎが入ってるんです。この食感と味がね、こう油をうまいこと中和してくれるというか、ラーメンチャーハン、ラーメンチャーハンのテンポがね、どん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 上がっていくんですよ。ただまあ、うまいことできとんなと思うがね、角屋さんのチャーハンね、ほんま尻もちつくぐらい熱いんですよ。だけどやけどせんようにゆっくり食べてほしいなと思うんですけど、それでもなかなか止まらんのがね、魅力でございます。まあまあ席についとる時点で尻もちはついとんやけどね、なんか例えがおかしかったですけども、まあ、最後の最後までこうお肉が出てくるという、汁の一滴までね、がっつりいける、もう最高の、ぜひ汗を流す系の仕事の人には通ってほしいね、ラーメンでございます。そうこう言うとる間にチャーハンを完食、そしてラーメンのスープを流し込む。ここもね、やけどせんようにゆっくりいってほしいんですけど、もう止まらんようになったるから、もうどうやら真上向けるよね。こんな角度せえへんから。はい、というわけでごちそうさまでした、最後に流し込む水もまたうまいということで完食でございます。ありがとうございました、さっきの山盛りが嘘みたいにね、白い器が出てくる角屋さんのラーメン、絶品でございます。はい、というわけでごちそうさまでした。はい、どうも。ちょっともう何年ぐらいになる？まだ11年過ぎついて。11年ぐらい。18年目。あ、ほんまですか。うん。1個ずっと気になっとったのが、なんで角屋っていうんかなって、こういう文字じゃないですか。うん、あの角はあれ、矢後とか昔のね。はい。角。ありますね、あの角。はい。なんで角屋さんっていう。角にある、交差点の角。そのまんまなんですか。交差点の角屋。そう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 、そのまんま。角に立てるし、この角屋にしようかっていう、うんうん、あ、エースで、気持ちいいですね。もうネーミングめんどくさかったからめんどくさいってやばいですよね。で、ちょっとね、これ僕の企画で徳島にあるラーメン屋さんをこうどん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 巡っていこうみたいなやつなんですよ、うんうん、で、まあ最初にこうやって映ってもろてね、いろいろ聞かせてもろとんですけど、まあ、まず大将がなんでラーメン屋さんになったかみたいなのをお聞きしたい。なるほどね、はい、40歳まで、うん、
広島やこれだけしたいこと九州の方でずっとあの、まあ、音楽活動してたので音楽活動、うん、はい、徳島におらんかったんですよ、ええ、はい、九州ね、20歳から九州、はい、まあ、その時に、はい、まあ、そのクラブキャバレー、はい、それからビーター、あ、ビーターっていうのも専門用語で言ってるけど、うん、僕全然わからないんですよ、旅の仕事、うんうんうん、はい、ビーターねめちゃめちゃ専門用語出ましたけど、ね、その時にやっぱりちょっとした食事ってメニューラーメンになるわけよ、はいはい、ほんで、ある、まあ、あるところに深夜まで、夜中の、まあ夜中っていうか朝方5時ぐらいまでですけど、おばちゃんさんにでやってる店があったわけ、はい、ある駅前でね、はい、まあ、当時私が20代だから、うん、まあ、その時見たら、はい、すごく年配に見えたけど、今見えたらもっと若いんだろうけどね、はいはい、50代くらいの人だろうけど、まあ、その時はね、うん、はい、まあ、でもまあ年取ってもこういうのはできるんだと思って、あ、もともと麺類好きだし、はい、ラーメンに限らずね、麺類が好きだから、うん、そのバンドマンなんていうのは何の保証もないし、はい、まあ、年取ったらこういうことできたらいいなっていうことは頭の片隅にずっと思ってた。なるほど、まあ、僕も芸人でそうですけど、やっぱ安定はね、確約されてないですから。そうそうそう、うん、なるほど。それでまあそういう機会があって、うん、ラーメン屋さんになった。俺は特に帰ってきて、はい、まあ、音楽しかも仕事はないからね、うん、で、まあ、特に夜のお稽古で10年ぐらい、はい、あの、まあ、していただいて、うん、ほんで、まあ、50になった機会にこれでできないから。ああ、じゃあもう大将が50歳になってから。そうそう、おー、いいっすね、いろいろ言ってますね、なんか。そうそうそう、裏街道ばっかりいや、そういうことやったんですか。そうそうそう、当時はあの吉本の芸人さんだと知り合いだったよ。ああ、やっぱこういろいろ回っとってそうですね、なんか音楽やってるっていうのは僕も事前にちらっと聞いてたんで、なんかそういう話がやっぱできるというか、劇場にもおったことある。もともと徳島出身でその九州に行ってて。そうそうですね、あの音楽をずっとやってる。そうそうそう、ほんでこっちでです。裏街道って言い方あれですけど、まあ、夜のお仕事されて。まあ、まあ、裏です。裏で押すんですね。裏でいいんです。わかりました。これはね、今からちょっと聞かせてもらうことは、完全に僕の趣味でしかないとですが、こんなもん集めてどうなるんだってよく言われるんですけど、ラーメン屋さんの大将に、休みの日が何しとるか聞いて回ってんですよ。まあ、ね、うん、いろいろあるとは思うんですけど。まずあの寝るのがあんまり好きじゃないから、ね、寝ないんですか。寝ないね、あんまり。強いですね。もったいないで、人生一年。まあまあ、それはそうですね。一日ちょっとでも寝ない方が、時間は長いですからね。大概だけん、あの食い道楽やけん、はい、まあ、ラーメンとは別物を、あちこち食べに行ったり。あ、うまいもん探しては、みたいな。高いもんじゃなくて美味しい。はいはい。あ、でも休みの日はもう食べ歩きじゃないけど、そうそうそう、いろいろでやる。あ、いいっすね。それと、まあ、どなたかというか、新年会したことあるので、はい、同級とかね、同級会の、すごいって、まあ、老人会みたいな。老人会ちょっと響きがあれですけど、あ、そこのお客さんです、はい、まあ、年寄りばかりあんまりってことかな。え、なんか、むっちゃ人生楽しんでますよ。いや、俺は楽しい。あの、現地公開だし。いいですね。同じ裏社会に誰が裏社会、裏社会言ってないと思う。ほら、まあ、これ最後なんですけど、これでズバリ締めていただきたい。大将にとってラーメンとは。ラーメンとは生活の悔しいすべて。ラーメンとは生活の悔しいすべて。生活のすべて。すべて言うたらもう一日中ね、そうね、だけど自分の時間なんて、休み以外は1時間取れるかどうかね。あ、そんな少ないですか。あ、もうだって朝11時半ぐらいに出てきて、はい、帰るのも2時30分ね。緊張おるんですね。そう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 、生活の全て。そうです、人生そのもの。あ、かっこいい、これは美女2人と。そうそう、人生の楽園です。あ、それが角にあったわけですね。なるほど、わかりました、はい、ほら、まあ、今回は、ありがとうございます。ちょっとまた食べに行きます、はい、というわけで、徳島に遊びに来た際はぜひ角屋さんに、食べに来てみてください。それでは今回は以上でございます。ありがとうございました、はい、どうも。最初はね、怖い顔とか言っちゃいましたけど、ほんまこうやってめちゃくちゃ優しい大将なので、皆さんもぜひ一度角屋さんに足を運んでみてください。美味しかったです。
はい、というわけでこのままエンディング裏話ですけどね、まあ、この大将と、別でスタッフの女性が2人働いてたんですけど、まあ、結構作る方をメインにね、あのスタッフの人が動いてるんですよ。で、何がおもろいってね、あのこの大将接客メインで動いとるんですよ。それをぜひ見てほしいということでありがとうございました。